7 6トル四段砲 M1942 は第二次世界大戦中にソビエト連邦が開発した四段砲兵用軽カノン砲である。この砲はドイツの8 8トル高射砲と同様に対戦車砲としても高い性能を有していたため対戦車砲としての知名度も高い。1940年赤軍はそれまで保有していた。 F-2276mm 野ーと F-22 ユース部 76mm 野ーよりも軽量かつ低コストな 76mm 野ーの開発を開始し翌1941年にはナチスドイツがソ連への侵攻を開始したことにより大祖国戦争が勃発した当時のドイツ軍と武装死に衛隊の主力戦車であった 3号戦車と4号戦車は走行が薄く F-22 や F-22 ユース部の鉄鋼弾で十分対抗可能であったが突然の奇襲と大粛清の際に多数の召喚、左官を粛清したことによる戦術の稚拙さなどが原因で多くの F-22 と F-22 ユース部が破壊されるかドイツ軍に露飼されて失われた赤軍は 舞台再編成のために補充用の野砲を緊急に多数導入する必要に迫られ、さらに戦争序盤で T-34 やキロボルト -1 の重装甲に手こずったドイツが装甲と火力に勝る重戦車を開発して投入することも時間の問題と考えられた。ジス -3 は1941年に完成したが、赤軍は F-22 ユース部の増産を優先させる方針を取ったため、JIS-3 はトライアルも行われないまま公式には製造を中止とされてしまった。しかし F-22 ユース部はコストが高く、邦画の製作過程も複雑だったためになかなか数が揃わなかった。このため、スターリンはドイツ戦車に対抗可能なあらゆる方の生産を 許可するとの指令を出したので、ようやく日の目を見ることができた。1942年2月には5日間のトライアルが行われ、それをほぼ完璧にクリアしたジスマイナス3は、1942年型7 6トル四段野砲として、正式採用された。ジスマイナス3は、 ジス -257mm 対戦車砲の砲がに F-22 ユース部 76mm 野砲の砲身と中体複雑器を搭載する形で開発された。砲賀が軽量になったことにより発砲時に転倒する危険があったので、方向には 76mm 級のシダニい砲としては初めてマズルブレーキが装着された。さらに、 ジスマイナスに追戦車法の方側左右角調整ハンドルと、青グ深く調整ハンドル画砲の左側に集中しており、標準調整が一人で行えるようになった。行角が F-22 や F-22 ユース部と比較して浅くなっているが、野法や対戦車法としての運用には全く問題はなかった。さらに、コスト面においても、 砲火の構造が簡略化されたため、調達コストは F-22 ユース部のに3にまで低下した。それまでのソ連軍の榴弾砲や野砲は、青ぐ深く調節ハンドルが右側についていたため、照準調整は二人で行う必要があった。ドイツ軍と武装死に衛隊が露覚した F-22 野砲を7.62センチメートル、パック36に改造する際にも、 青ぐ深く調整ハンドルを左側に移している。ジス -3 には対戦車用の鉄鋼弾として、BR-350A 鉄鋼榴弾と BR-350SP 鉄鋼弾が用意されていた。この他にも、榴弾、硫酸弾、焼夷弾、煙膜弾、毒ガス弾が製造され、戦後には、成形作薬弾も開発された。 BR-350A 鉄工流団の装甲艦鉄能力 JIS-3 は1個師団あたり1個、大い12門が配備されたほか、6個、中隊24門で編成される独立対戦車連隊にも配備された。JIS-3 は主に直接火力支援に投入されたが、パックフロントと呼ばれる対戦車法陣地に配備したり、 巧妙な陣地構築と偽装による待ち伏せで、対戦車戦闘にも従事した。さらに、車両搭載型のジスマイナス3種が SU、SU-76 の手法として使用されている。着弾後に発射音が聞こえる、高所速から、ドイツ軍からは、ラッチュブムと呼ばれて恐れられた。スリー号戦車やフォー号戦車相手には、申し分ない性能を発揮したが、パンターやティーガーが相手では、 分の悪い戦いを強いられた。パンター相手には、装甲の薄い側面や棒立てを近距離から狙えば、撃破は可能であったが、ティーガーの装甲には、歯が立たず、手法を、側面から撃ち抜くか、キャタピラを破壊して攻撃力か機動力のどちらかを、無力化する必要があった。このため、1944年には、 より大口径の D-4485mm ホーと BS-300mm ホーが開発されている。戦後、JIS-3 は予備役に退く属が多くはワルシャワ条約機構加盟国や中東、アフリカアジアの新祖国に供与され現在でも一部の発展途上国では現役である。また、ロシアでは大祖国戦争の再現イベントで 使用するために、小数の実マイナス3が保管されている。ありがとうございます。